はい、都城市の根本改善専門の整体院、都城オステオパシー治療院の院長をしております海老原孝弘です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回もですね、膝の痛みを1分で劇的改善するセルフケア講座の続きをやっていきたいと思うんですけども、実際に膝の痛みを改善するセルフケアのパート6ということでですね、もう結構長くなっちゃいましたけども、今回はですね、膝の中の痛みをね、取るようなセルフケアをお伝えしていただければと思います。で、あるいはですね、正座ができない方もね、結構おすすめの方法になりますので、膝の中が痛いとか、あるいは膝のね、膝が痛くて正座ができないとか、そういった方にも結構ね、おすすめです。まあ、そういった方はぜひ最後までご覧になっていただければと思います。でですね、今回その方法する方法なんですが、ちょっとね、秘密のアイテムを使っていきたいと思うんですよ。今まではね、そのアイテム使わなかったので、今回ね、ちょっと、これ使わないとどうしようもないので、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、それが何かっていうと、このテニスボールになります。このテニスボールね、めちゃくちゃね、便利なんですよ。これ一つあるだけでですね、結構肩の痛みが取れたりとか、その腰痛を取れたり、まあ、腰の痛みが取れたりとか、今回だったら膝の痛みが取れますので、テニスボールはね、ぜひ、一家庭にね、1個とか、まあ、2球ぐらいね、あると十分ですので、ぜひね、買っていただければと思うんですが、まあ、安いですでいいですからね。今回はですね、このテニスボール使わないとできない場所ですので、今回テニスボールを使っていきたいと思います。まあ、だからね、今回ね、まだ持っていない方は、ぜひこの動画をご覧いただいてからね、テニスボール買っていただいて、また実践してみてください。でですね、今回、その伸ばす筋肉なんですが、で、今回ね、ストレッチする場所なんですけども、今回はですね、関節包という場所をね、ストレッチしていきたいんですよ。で、今まではね、筋肉できたのに、いきなり関節包という話になっちゃうんですけども、この関節包は緊張していてもですね、膝の中がガチガチに固まってしまって、それで膝が曲げられないとか、あるいは膝の中が痛いという方もいらっしゃいますので、まあ、この関節包もね、外すことができないなと思って、最後に今回ご紹介しようと思いました。でですね、この関節包っていうのはこんな感じでね、膝を包んでいるもので、この関節包の中に膝の水があるんですよね。ですから、例えばその膝の水が溜まってね、膝が痛いという方は、この関節包の中に水が溜まりすぎてしまって、そして膝を曲げた時にですね、その水がボヨーンで外側に押されてしまって膝が痛くなっちゃうんですよね。で、この関節包もですね、この結構緊張しやすいものですので、これを伸ばしていただくとかなり改善できますので、ぜひ実践していただきたいと思います。でね、この方法ね、結構簡単なんですよ。この方法ね、まあ、ざっくり言うと、膝に挟んで曲げて、はい、おしまいみたいな状態なんですよね。で、実際ですね、詳しくやっていくとですね、この膝じゃない、テニスボールをですね、膝の裏に入れていただいて、そして膝を曲げていくんですよね。で、この状態で膝をですね、ぐーっと引きつけちゃうと痛いですので、まあ、痛気持ちいいかな、どうかな、痛いかな、気持ちいいかなぐらいで行ってもらうと一番効果的になります。あるいはですね、その痛気持ちがわからない方は、まあ、痛くないぐらいで行ってください。でですね、そこまでですね、テニスボールいた状態でずっと足をですね、引きつけていって、まあ私だったらこれぐらいですね。で、結構その膝の中にですね、痛気持ちいい感覚がありますので、これでストレッチを行っていきます。この状態で30秒から1分くらいですね、ゆっくりと数えていってください。わかりますかね？このテニスボールを膝のね、裏に当てて、膝を曲げて、そして、この足をですね、引きつけていきます。手前の方に引きつけていって、痛気持ちいいぐらいになったらですね、その状態で30秒から1分間です。でですね、まあ、ゆっくりと数えてください。1、2、3、4、5というふうにですね、まあ、ゆっくりと30秒から1分くらい数える間にですね、このさっき膝の中がね、まあ、痛気持ちいいかな、少し痛いかなぐらいだったのが、まあ、どんどんその痛みが薄れてきてですね、あ、でもそんなに痛くなくなったかもみたいになりますので、まあ、そうなったらストレッチが終了になりますね。まあ、あるいはですね、30秒からマックス1分ぐらいを目安にしてですね、行ってもらえると十分にこの関節包が伸びますので、それでストレッチが終了になります。でですね、こちらの足が終わったら、今度はね、反対の足も行ってください。反対の足もね、やっぱり筋肉緊張している場合がありますので、その関節包も緊張している場合が結構高いですので、反対側の足もですね、痛気持ちいいぐらい引きつけていただいて、30秒から1分ぐらい、一緒にですね、ストレッチを行っていきましょう。で、この状態で、30秒から1分ぐらい数えてくださいね。はい、ということでね、このテニスボールがあればね、この関節包を伸ばすのめちゃくちゃ簡単ですので、ぜひね、実践していただければと思います。まあ、家にテニスボールがあればね、すぐできますから、いいんですが、もしない方はね、テニスボール安いですから、ぜひ買っていただければと思います。
で、あとはね、その注意点になるんですけども、まずはですね、その痛みがね、痛みじゃない、その強さが重要なんですよ。あまり痛すぎるとね、その筋肉が緊張してしまって、逆にですね、その痛みを強くしてしまう場合がありますので、まあ、必ずですね、痛くない程度で行ってください。痛気持ちいいぐらいか、まあ、痛くない程度がベストになります。で、時間ですが30秒から1分ぐらいの間でですね、筋肉が伸びるまで、緩むまでですね、行ってもらえればと思います。で、頻度ですが、まあ、1日に何回行うかですね、まあ、できれば1日3回を目安にしていただきたいと思います。で、1日3回してもらうとですね、かなり伸びますので、まあ、それを目標にしてもらいたいんですけども、行えない方は1日2回でも大丈夫です。朝起きた時と、まあ、できれば昼、お休みの時とですね、そして夜だったらお風呂に入った後行ってもらえると、このね、筋肉とか、この関節包とかね、ちょっと緩んでる状態ですので、ストレッチを行いやすいんですよね。まあ、ですから、このタイミングで行ってもらえれば、かなり膝の痛みを軽減できると思います。で、この方法でもですね、その痛みが改善しないという方は、毎日行っていただくことでですね、徐々に痛みが改善する方も結構いらっしゃいますので、セルフケアは毎日行ってください。で、このセルフケアをサボっちゃうと、今度はですね、またこの関節包が緊張してきてしまって、また痛みが出てきますから、まあ、必ず毎日行っていくことを心がけてください。で、この方法ですね、この、膝のね、真ん中に入っていることがね、重要ですので、外側にね、内側に出てたりとか、外側に出てたりだとか、あるいはですね、ちょっとね、下の部分になりすぎちゃったりとかね、膝の真裏じゃなくてね、この辺になっちゃったりとか、そうするともう筋肉をね、この筋肉を押さえるストレッチになっちゃいますので、また効果が違っちゃうんですよね。まあ、このぐらいはいいんですけども、まあ、膝の真裏にね、当てて膝を曲げていくように注意してください。で、この動画をですね、何回もご覧いただいて、その方法をですね、確認しながら行ってもらえれば、まあ、間違いなくできると思いますので、ぜひ実践されてください。でも、この動画をご覧いただいてもですね、なかなかその、方法が難しいとか、うまくできないという方はですね、私にご質問いただければ、何とかね、分かりやすい形でお伝えしようと思いますので、まあ、ぜひお気軽にご質問ください。で、今回の動画までですね、6つのセルフケア方法をお伝えさせていただきたいんですけども、この方法を行ってもらえるですね、もうかなり膝の痛みで改善できていると思いますので、まあ、行ってない方はね、ぜひこの6つの方法をね、前の方法もおさらいしていただいて、実践していただければと思います。はい、今回の動画は以上になります。今回の動画もご覧いただきありがとうございました。